タット・ダメロンこと、タトリー・ユーイング・ピーク・ダメロンは、アメリカ合衆国のジャズ・ピアニスト及び作曲家、編曲家。デクスター・ゴードンからバップ運動の、ロマン主義者と評される一方で、批評家のスコット・ヤナウをして、バップ時代を明確にした、作編曲家と言わしめた。ビバップ時代の最も有力な編曲家であったが、スイングやハードバップのミュージシャンにもヒット曲を提供しており、 カウントベーシーや、アーティショー、ジミー・ランス・フォード、リジー・ガレスピー、ビリー・エクスタインらのバンドのために編曲を手掛けた。作詞家のカール・シグマンとは、サラ・ボーンの代表曲の一つである、If You Could See Me Now を創作する。リズムブルースの巨星ブルムース・ジャクソンとも共演して、編曲を手掛けた。バンドリーダーとして、自身の楽団からファッツ・ナバロ、マイルス・デイビス、 デクスター・ゴードン、ソニー・ロリンズ、ウォーデル・グレーラの売れっ子ミュージシャンを輩出した。ベニー・ゴルソンとも活動を共にした。後に、著名なジャズ作曲家に成長したゴルソンは、作風において、ダメロンから最も多大な影響を受けたと語っている。ダメロンは、晩年まで、薬物依存症を患っていた。また、1965年に48歳で癌で、亡くなるまで、 数度の心臓発作にも苛まれている。バップジャズのスタンダードを残し、ホットハウス、アワー・レ・ライト、グッド・ベイト、レーディー、バードなどの楽曲を発表した。没後に数多くの賞賛を受けるようになり、1975年にジャズピアニストのバリー・ハリスはザ・ナド・レコードよりトリビュートアルバム、プレイズ、タッド・ダ・メロンを発表。フィリー・ジョー・ジョーンズと ドンシックラーは1980年にダメロンへのトリビュートバンドダメロニアを結成した。1982年にはスライドハンプトンやジミー・ヒース、ロン・カーター、アート・テイラー、ケニー・バロンがグループを組み、コンティニュアム名義でトリビュートアルバムマット・アバウト・タットを発表した。このアルバムは現在 CD 再発されている。ヤナオ・スコット・タット・ダメロン・バイオグラフィー。 アルミューズイック、カー、イアン、フェアウェザー、リグビープリーストリー、ブライアン・ラフ、ガイドツー・ジャズ・ラフ・ガイズ、2004、ISBN9 兆7818億4353万2569、男子クラーアット・グーグルブックス。ありがとうございます。